お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。10月7日、先日ですね、人口動態統計月報の5月分が、今年の5月分が発表されました。5月のね、死者数や、細かい死因などもね、これでわかったんですけれども、で毎月僕ね、この発表で、必ずチェックしていることがあります。でこの数字が何なのか、YouTube では言うことができません。YouTube で言うと、この動画が消されてしまいます。 ね、国が発表してる数字なんですよ。YouTube で言うと消されるんですよ。おかしくないですかなので、数字だけ言いますね。死因の中で、その他の特殊目的用コードというものがあります。5月はね、1032人でした。まあ、死者数です、これね。で、コロナで亡くなってる方が、新型コロナで亡くなってる方が、1030人なんですよ。で、この差がね、2人ですよね。 で、この差が何かっていうと、言えないんですよ。言えないんですよ。でも、二人でしたんでね。で、遡ると、えー、2月にね、この計算によって、4人亡くなってますね。4月は1人。で、5月に2人でね、今年7人死亡が確認されています。で、去年はもうね、確定してまして、令和3でね。このやり方でね、計算すると18人差が出てね、18人亡くなってるんですよ。 あることでねこれ YouTube じゃ言えないんんですよ皆さんで大体今年も同じペースじゃないですか5ヶ月でね7人亡くなってるからねほぼ同じペースですよねこれ続けてたらこの数字がね毎年こういう数字出るわけでしょ、ね、で全然というか一切ニュースにならないし YouTube で言うと消されるしねそしてですね日本でこの数字を取り上げてるのはね僕だけじゃないかなと思いますんで 毎月この数字引き続きチェックしていきます。皆さんもですね、ぜひ忘れないでほしいと思います。ゼロじゃないんですよ。確実にこう刻まれてるね、数字がありますんで。でですね、この数字は、医師ですね、医者の死亡診断書がね、大きくものを言うと僕は思ってますんで、死亡診断された医師の方がね、この人たちはね、これで亡くなったんだと、いうふうにね、書いて提出したわけだから、 確かにね、僕この数字少ないと思いますよ。こんなはずはないと思いますよ。けれども、着実にね、刻まれてるこの数字、僕はその一つ一つにね、やっぱ人生があるんだし、ね、死亡診断書を書いた医師の思いもあるでしょう。それを見た立場としてね、僕はまたね、えこういう数字、細かいけれども、馬鹿にせずね、これからも伝えていきますね。今回は以上です。藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。